これまで全国各地で11回行われているレディース VS ルーキーズバトル、ここまではルーキーズが6勝5敗と一歩優勢という形になっています。今シリーズでレディース軍団としては団体戦の対戦成績5分に持ち込みたいところであります。オール女子での争い第3レース予選競争です。1号艇西岡郁美、2号艇西村美智子、3号艇高畑式、4号艇宇野弥生、5号艇門田詩織、6号艇西橋奈美、以上6選手の対戦です。枠番通りの進入スタイル、絶好枠には地元の西岡郁美であります。姉妹揃っての参戦ということになりました。ここはインコースから勝利をものにするか1号艇西岡、2コースには2号艇西村美智子です。前節の尼崎ではファイナルに駒を進めています。勢いに乗っての参戦は2号艇西村、そして3号艇高畑式が3コースの進入です。次世代のトップ女子レーサーと目されております、この3号艇高畑、ここまでがスロー。4コース角1には強力スタート、角から威力倍増でありましょうか。4号艇宇野弥生、5コースには5号艇門田詩織、6コースには6号艇西橋奈美はこの後12レースメインカードにも登場。第3レース予選競争、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番、スタートしました。2コースから好スタートは2号艇西村美智子、一気の攻めがあるか。1マーク、1号艇西岡郁美が内からくるっと抵抗するが、2号艇大きく回る西村、やや膨らんだか。切り込んだのは3号艇高畑式、バックスレッジサシャンドルから3号艇高畑式が優勢。1号艇西岡郁美も粘って2番手、2号艇西村も立て直して3番手、後方6号艇4号艇5号艇第3レーススタート正常です。一周にマーク3号艇高畑式、握っていく1号艇西岡郁美と2号艇西村、内から押っつけるように6号艇西橋ですが、やや流れたか。内をついた4号艇宇野弥生も差を詰めてまいりまして、前に選手は3番1番、3番手は4号艇宇野弥生が浮上、上位体系は3番1番4番となっています。外側から判定審査、2号艇西村美智子、内からは6号艇西橋奈美です。3番手争い、4号艇宇野弥生若干後席に足を取られたところ、握って回った2号艇西村が逆転成功、取り返しての3番手、上位体系は再び3番1番2番となっています。それでもへさきを残しているのは4号艇宇野弥生、絞り込んだのは2号艇西村美智子です。2周にマーク、前に選手3番1番、3番手先手を取った2号艇西村美智子、もう一度鋭く内を狙った4号艇宇野弥生ですが、3番手は2号艇西村美智子、2艇審判リード。3番1番2番最終周回に入っています。2コースからトップスタートを攻めた2号艇の西村、1号艇西岡が抵抗、内側からスルッと切り込んでいった3号艇高畑式が先頭独走です。3周1マークからバックストレッチ、1号艇西岡郁美2番手、2号艇西村美智子が道中取り返しての3番手、3番1番2番の体勢、3連単312 56.8 倍です。ラストコーナー独走でクリアは3号艇高畑式、1号艇西岡郁美2番手、2号艇西村美智子3番手、上位体系3番1番2番でゴール。先頭3番高畑5塁、2番手1番西岡5塁、3番手2番西村5塁、4番6番5塁、ラスト5番門田5塁です。